これ。これなんて読むかわからんな。エウンキ群を避けて次の待ち合わせ場所に向かうのところで、直線で行こうと思うとすぐそこなんだけど、これが邪魔で行けません。原神だったらジャンプできるけど、幻灯じゃないわ。スターレールジャンプできないんで、これはギミックを解かないといけないなと。あ、もしくは遠回りできるところがあればいいなと。で、多分これだよね。と思ってちょっと、現在は、あ、これミニマップ見れないんだ今。右へ移動、何を移動させるんだろう。右へ移動。あ、これな。あ、はい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 。そういうことな。いや、簡単すぎるか、これは。これをまあ移動させて、で、取れるように。あれ、こっちから、あ、いけるね。あ、簡単だったわ。あれは簡単だった。薬を火で盛る。もう、彼らを気にかける余裕はありません。この先には武器を持った悪人がいますので、一般人は引き返して避難してください。彼はあの門の先にいるのに、もう目の前まで来ているのに。ジャガー、あそこは運気軍が見張っておる。待て、わしに考えがある。懲らしめたいけど、賄賂渡すか。運気軍には厳しい規律がある。賄賂など渡そうものなら逆に捕らえられるじゃろうな。さっき運気軍と薬王秘伝が戦っておった場所に何人か倒れた兵士がおったじゃろう。これは主の発案じゃからな。こやつらに応急手当を施して、その代わりに甲冑をもらう。これならまあ公平じゃろ。ヤクロ様の言う通りにしましょう。こいつらかな。ぐずぐずしてはいられません。早く行きましょう。主らはわしを探偵士まで護衛する兵士だと名乗るんじゃ。きっとバレることはない。止まりなさい。こんなところで子供を連れて何をしているのですか。あなたは探偵士の簡約の流女を知っていますか。よく見たら頭に角が、背中に尻尾も。ただの小さい竜人だ。押したい。彼女の身分は疑う余地がありません。あなた方は彼女を探偵士までご送しているのですね。そうなんです。では最寄りの港はこの先ですか。はい。それにしてもあなた、あまり体調が良くないようですね。この先には軍医が。気にしないでください。私には竜女様の助けがありますので。わしはまだいろいろ飲んだり食べたりしたい。連れて行く。戻らん。わしは戻れん。通行を許可します。お二人ともお疲れ様です。ありがとうございます。いけた。どうじゃ、迫真の演技だったじゃろ。あれは何回も泣いて習得した技なんじゃ。
は大丈夫か？カブトがどうして取れないの？私の声、どうしてこんな声に？やばいな。一部になってしまった。怖っ。いやもうダメやん。もうダメな格好になっとるけど。魔法のみ。これは鏡見せられんやつだね。じゃが彼女は理性を失ってはおらぬ。ピアクロ様の治療が効いているのでしょうか。ありがとうございます。あなた様がいなければ。感謝などするでない。わしの力不足で主の本来の姿を保つことができなかった。魔音の実は元より治療できません。こうして意識がはっきりした状態で白露様と話せていること自体すでに奇跡なのです。あなた、私が前に言ったことを覚えていますか？もしその時が来たら、演技本音じゃろ。演技してたね。行きましょう。私が私であるうちに。魔音の実になったら甲冑が一体化するんだな。この姿で気づいてもらえるだろうか。あれ、胃腸なのかな、デザイン的に。どうすればいい？陰陽表裏、寒熱、虚実。少し休めば大丈夫です。ヤクロ様、取引を忘れないでください。こんな時にまで取引の話か。あれは取引ではなく、約束じゃ。主の恋人とやらはわしが直してみせる。心配するでない。ビアクロを逃がすという約束は果たせようと思うな。私のせいであなたたちを危険なことに巻き込んでしまって。もう何も言うでない。カブト越しに薬を流し込むぞ。ありがとうございます、ヤクロ様。ですが、もう肌と兜の間に隙間を感じられないのです。着いたぞ。奴はまだ来ておらぬのか？彼は用心深い人です。記憶の内容を覚えていますか？私一人で来てほしいと書かれていました。じゃが主はもう。あなたたちがここに立っていたら彼は出てこないでしょう。私が彼を呼び出します。ヤクロ様たちは少し離れていてください。私たちの約束を忘れないで。うむ、ちゃんと覚えておる。わかった。わしらはここを離れよう。
もう話さんのんだな。これこっちか。切なすぎるやろ、展開が。切なすぎる展開が弱い悲しいほどに弱い。普通の敵、よくその辺におるやつと同じくらいの強さ。全く躊躇がないっていう。思い人に会えたと言えるじゃろうか。いやもうこれ悲しすぎるな。 それならよかった。本当によかった。あっちの方を探してみよう。あやつを見つけなければ。もう泣き殻も元に戻ることもないんだな。これこう繋がってないか。まあ男からしてもね、まあでもそれそうよな、殺されるかもしんないわけだもんな。君たちは薬王秘典か、それとも獣王子か。僕は何もしていない。僕に触るな。でもこうもう怯えたら、でも人間こうなるわな。それはお前が決めることじゃない。これそう怖がらせるでない。互いに警戒していても仕方がないじゃろう。わしは白露、ハンカに言われて主を直しに来た。と来てくれたのか。さっきは薬王秘伝に追いかけられるわ、運気軍に遭遇するわ、島にはアンカの声が聞こえたかと思ったら化け物が出てくるわで、本当に散々な目にあったんだ。君たちがアンカに言われてきたなら、アンカはどこだ。彼女は一緒じゃないのか。これは真実を伝えたいな。本当のことを伝えるかどうか主が決めろ。伝えるよ、伝えるよ。そんなもの、なんだって。あの武装した化け物がハンカ。嘘をつくな。嘘ではない。主に会うために仕方なく変装しておったんじゃ。そんな、僕を連れて行ってくれないか、確認したいんだ。でももう一体化しとるから取れないでしょ。取ったら皮膚ごと行くで。アンカ、どうしてこんなに醜い姿に。おい、醜い？悲しすぎて事実を受け止めきれないのか。つまり彼女は途中で服を着替えてしまったから、この魔音の実の化け物からは何も見つからないというわけか。彼女は君たちに秘密の箱や手紙を託さなかったか。何を探しておるのじゃ。君たちは知らないのか。クソババ、何も残していないなんて。あ、そういうこと。お手遊んだ。え、
それ裏が、え？財産目当て？もしかして。え、財産目当て？名簿だよ。薬王秘伝の組織に関する名簿。あ、騙してたんだ。僕は薬王秘伝を脅して不老調整の薬を手に入れることができる。それに運気軍に渡せば手柄を立てられるから先週から追い出される心配もなくなる。このクソババ何度も約束してくれたからこの僕に変化をもたらせると信じてやったのに、結局一番大事なことを成し遂げられないなんて。いや、そもそもこの女にはできっこなかったんだ。きっとそうだ。君たちも騙されていたに違いない。この割り方斬新だな。ありそうでないな。こいつやっちゃってください。いや、やりたいな。君たちは騙されたんだぞ。それなのにこの女をかばうのか？信じられない。魔音の身にして、魔音の身にして、促進させて、倒したい。恋人？それはこの女の妄想だろ。そんなこと僕は考えたこともない。おい、まさか君たち、僕がこの女の恋人だと思っていたのか？治療。なんだ？早く治療をさせろ！そして、さっさとわしの目の前から消えるんじゃ！先に何発か殴らせろ。思いっきりやってやれ。どんなにボコボコにしても構わん。後で直せばよい。ま、待て。君たち何をする気だ。こらしめた。約束したからの。やつの病気は治したが、これから先の30年毎日しゃっくりが止まらなくなるようにしておいた。どうじゃ、いい罰になると思わんか。地味に嫌だな。これは診察料の代わりだと思えばよい。それでも安いぐらいじゃがな。わしは今も逃亡中の身じゃが、どこか隠れられる場所はないか？列車なんじゃそれ。ふん、今の泉州は猫の手も借りたい状況じゃろうから、ひとまず星座会に行くことにしよう。病人の治療や休館の対応ならわしも役に立てる。前に繁華に病気の治療が好きかどうか聞かれたじゃろ。正直なところわしにとっての治療は食事や睡眠と一緒で何も特別なことではない。好きかどうかなど気にしたこともなかった。じゃが今回の件を経験してわしが魔音の実の仕組みについてもっと深く理解していればと思うようになった。礼を言うぞコワッパ。縁があれば星座会の屋台で会おう。屋台、クソやったね。あんな終わり方するんだね。なんかてっきりなんていうの、もう普通にさ、もう普通に あれは繁華だったんだ、うわーってなるかと思ったら、もともと騙してたんだ。
なるほどね。まあでも物語としては、まあなんて言うんだろう、エンディングとしてはそんな良くないけど、やっぱちょっと裏切ってくれる、自分の想像をさ裏切ってくれる方が楽しいから、そこひとひねりあったのは、まあ、物語的には面白いかなと思ったな。現実だったらマジで嫌だけどいやー、まあ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 楽しめたかな。ヘルタの、ヘルタさんの、これやっぱヘルタさん入れた方がいいね。普段使ってないから、これちょうどあれでお試しでアチーブ開くんだね。でこれで一回回せるか。よし、じゃあ終わろっかな。まあ、割と楽しめたかな、今回。なんで光ってんだっけ。あ、これあれか。そういえば引いたな。あー、開拓レベル早く65にならんかな。2万6000だからまだまだか。クエストはまだ、どこクエストがあと3個かな。まあちょいちょい終わらせていこう。で、とりあえず全部終わった状態に、極力早めに持っていきたいね。梅桃さんお疲れ様。じゃあ、ここで終わろうかなと思います。今が7月21日だろ？で、原神のバージョン 4.0 が8月半ばじゃろ？崩壊スターレール 1.3。1.3 もまたあれかな？ 1 ヶ月半後とかかな？なんか原神と、なんていうの？ペースそんな変わんなかったよね、確かね。さすらいぬさんもお疲れ様。おやすみなさい。うん。そう。まあ、ぼちぼちやっていきましょう。まあ、原神、スターレール、あと、まあ、余裕あればマイクラ、そして、幻冬も、あれから全然、ね、進めれてないから、どっかで入れたいとは思うけど、まあ、当分、スターレールと、原神、力入れるかな、の感じがするね。まあ、終わりましょう。多分、うん、では終わりますね。おやすみなさい。ありがとう。